어이. 어이. 아?
나니? 이야. 久しぶりだな。話がある。おお、兄貴に気安く話しかけんな。兄貴、失礼だろうが。あっちへ行ってな。俺はこいつに話があるんだ。兄貴に向かってこいつだと？お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。席外すのはおめえの方だろうが。ここじゃ店に迷惑がかかる。表に出ろ。お前らみたいな奴がまだこの町にいたとはな。何が言いて。身の程知らずってことだ。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。退屈させんなよ。お前らに恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。うるせえ。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴、お前らがかなう相手じゃねえ。しかしこいつは。店に戻ってろ。言う通りにしろ。はい。しつけがなってねえな。やつら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若いやつからの人望はあるんだな。もう他人とつるむのはごめんだ。登場会に
戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。登場会がどうなろうと俺には関係ねえ。お前は登場会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろう。あんたにそんなこと言われる義理はねえ。俺はな、キリュウさん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だった。けど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よく分かってるじゃねえか。ああ、お前の言う通り、今の登場会にそんな価値はない。幹部連中も金勘定ばかりして、昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだ。何をだ。風間のおやっさんや島野、そしてお前のおやっさんがいた頃の強い登場会を、もう一度あの頃の登場会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔っから力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。
途上界の運命は全てこいつにかかってる。俺は明日関西へ行く。無傷じゃ帰ってこれないかもしれない。だからお前に留守を任せたいんだ。ふざけんな。自分だけカッコつけてんじゃねえぞ。搭乗会を頼む。ダメだ、俺も行く。何？俺はな、関西に借りがあるんだよ。借り？5年前罠にはめられたんだ。それ以来俺の人生は曲がっちまった。とにかくその借りを返すまでは俺は極道に戻れねえ。大吾、何を言おうが無駄だ。たとえあんたが行かなくても俺は行くぞ。お前、明日駅のホームで待ってる。じゃあな。お前、5年前誰に喧嘩を吹っかけたんだ？近江連合直参、合流会2代目会長合田隆二、今から会いに行く近江連合会長合田陣の息子だ。会長の息子？バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠？ああ。5年前合流会は神室町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは旧道島組か？いや、東条会の幹部だったら誰でもよかったんだ。近江は東条会をつついて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだのか？一人でな。合田隆二ってやつと察しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だった。銃刀法違反でパクられ臭い飯を5年も食う羽目になった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは東条会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな罠仕掛けてるかわからねえ。杯の話用心してかかった方がいいぜ。ああ。